新年まであと1、2、3。また数えてる。すっかりカレンダーと見つめ合うのが日課になってるわね。無理もないわ。年末年始は大掃除で邪気払いをしたり、初詣で神の加護を受けたり、大晦日には除夜の鐘で煩悩を払うし、確かに魔の者には肩身が狭い時期かもしれないずら。お正月料理も縁起がいいものが多いもんね。ニヤニヤしながらこっち見るな。ルビーもその気の毒そうな眼差しをやめなさい。ごめんなさい。年末が近づいて気もそぞろになるのはわかりますが、まだ冬休みにもなっていませんよ。残りの授業もしっかり受けてください。冬休みは冬休みで課題消化しないといけないけどね。いやー、考えたくない。1年の最後くらいウキウキワクワク過ごしたい。最後だからこそしっかり計画を立てて過ごすのです。はい。新学期前日に慌ててやる羽目になる姿が目に浮かぶわね。でもさ、この時期ってどうしてもそわそわするよね。そうだよね。他に何かやり残したことないかな、何かやるべきなんじゃないかなって考えちゃう。だからかな、まだ待ってっていう気持ちになるの。焦るような、それに寂しい気持ちにもなるずら。私もうちの手伝いの合間に一息ついた時とか、あーもうすぐ終わっちゃうなーって思う。泊まりに来たお客さんが年末年始の予定を話してるのを聞いたりしちゃうと余計にね。統合してる。年末年始を旅先でって人も多いからね。今年も楽しかったな。いっぱい遊んだし、ライブもいっぱいできたし。ライブ自体もそうですが、そのためにいろいろな場所に行けたのも良い経験でしたわね。写真もいっぱい撮ったわね。そろそろ整理なんて無理だわ。デリートなんてできない。練習で動けないくらいクタクタになったり、徹夜で衣装を作ったり、大変だったけどどれも大切な思い出だよ。こんなに濃密な一年を過ごすことになるなんて、昔の丸には想像もできなかったずら。ヨハネの眷属も全国にかなり増やすことができたし、悪くない一年だったわ。私も楽しかった。悔いなく新年を迎えられそうだよ。みんなは年末年始どう過ごす予定なの？どこか行くの？特にないかな。私も初詣行くって家族で話してるくらい。手伝いしろって言われるかも。うん、忙しいのやだ。こら、そんなこと言わないの。うちは年明けに親戚の方々がいらっしゃると思いますから、その対応でしょうか。と言っても挨拶をするくらいですけれど。そうだった、緊張する。いい加減慣れないといけませんわよ、ルビー。
全く知らない人相手というわけではないのですから。マルは年越しそばの準備ずら。年末だから特別に大きな天ぷらを乗せちゃうずら。おいしそう。みんないつも通りってことかな。そういうことみたいね。うん、最後にみんなと思い出作りたかった。そんな人生最後みたいな言い方しなくても。何かやりたい。確かに、なんとなく締まらない感じがするわね。これで生気あふれる正月の人間界に挑むのはいささか不安でございますか、大打天使ヨハネ様。ヨハネのことじゃないわ。私が心配してるのは全国のリトルデーモンたちよ。きっと萎縮してしまうに違いないわ。ルビーも最後にみんなとどこかで遊びに行ったりしたかったな。そうだね、ライブの準備とかテスト勉強とかで忙しくてなかなかそういう時間取れなかったし。今からでも予定立てる？旅行とか。旅行？また急だな。それならマリーが一つ提案させてもらうわ。提案？イエース！ホテルオハラでカウントダウン&ニューイヤーパーティーよ。そこまで固くなることないわよ。ああそういうこと。てっきりおはら家主催のめちゃくちゃフォーマルなパーティーなのかと思った。ありえないと言い切れないのがマリの家よね。そういうパーティーの予定もあるけど、そっちにも来る？お泊まり会でお願いします。こうして事前に提案してくるなんて成長したねマリー。褒めて褒めて。昔を思い出して呆れてるんだよ。黙って家を抜け出して大騒ぎになったことがありましたものね。大晦日に突然うちに来てさ、その時は嬉しくてそのまま一緒に過ごしたんだけど、その日うちからマリの家に電話したら家の人に言わずに抜け出してたことが分かったんだよね。もうそのことはちゃんと反省したって何度も言ってるじゃない。大変だったんだね。マリちゃんの家で年越しお泊まり会か。すっごく楽しそう。豪華なホテルで年末年始を過ごすなんてセレブだ。友達と一緒っていうのが一層ワクワクしちゃうよね。友達とお泊まり、一緒に年越し。よしこちゃん、
にやけてる。にやけてない、見るな。でも本当にいいの？この時期はマリちゃんの家も忙しいんじゃない？ Don't worry、 そこについてはマリーもうまくやるわ。みんなと一緒に年越ししたいもの。みんなと一緒に迎える新年、きっとファンタスティックでアメージングなものになること間違いなしよ。私もそう思う。3、2、1で明けましておめでとうってやりたい。一緒にいるなら年越しの瞬間ジャンプとかできるんじゃない？じゃあその時は手つなごう。すごく賑やかな年越しになりそうじゃ。はしゃぎすぎて疲れて寝落ちしちゃったりしてね。で、気づいたら昼。変な体勢で寝てたせいで起き上がれないとか？それはそれで面白いわ。待ってください、お泊まり会はもう決定ということですか？そうだ、決定したつもりになってた。そう、あくまでこれは提案、仮のスケジュール。みんな乗り気になってくれたのは嬉しいけど、一度おうちの人と相談してみてちょうだい。わかった、聞いてみるね。ルビーも帰ったら聞いてみる。お母さんおうちにいるかな？よほど新年の挨拶を回避したいようですわね。そういうわけじゃないけど。わかっています。私も一緒にお願いしますわ。今年は特別な年越しにできるかもしれませんものね。お姉ちゃん、もしお泊まり会ができたら年越しそばもみんなで食べられるかな？もちろんよ。特大エビ天に特大かき揚げもプラスしちゃうわ。やったじゃん。じゃあヨハネの年末大召喚スペシャルも配信しましょう。一年の終わりに魔界の扉を開くわ。じゃあって何、じゃあって、お蕎麦食べながら何を呼ぶっていうのよ。食べながら配信するの？楽しそう、やろやろ。お泊まり会確定してる空気だね。これでダメと言われたらどうするつもりなのでしょうか？その時は別のプランを提示するだけよ。楽しく終えてまた楽しく始めるの。せっかくこうして出会えたんだから。そうですわね。だね、私も親に聞いてみるよ。多分大丈夫だと思うけど、その時はよろしくね。年末年始お泊まり会楽しみだな。ついにこの日がやってきた。年末年始お泊まり会 in マリちゃんの家。よっそろー。わーい。うちの手伝い死ぬ気で頑張った。お疲れ様。よしよし。
ライブも無事に成功したし、これで安心して新年を迎えられるね。みんなウェルカム。さあ、上がってちょうだい。荷物を置いたら大晦日をエンジョイしましょう。お世話になります。お邪魔しますずら。今年最後の一日、何しようか。そりゃ、ヨハネとリトルデーモンたちの大予言召喚生配信に決まってるでしょ。微妙にタイトル変わってるんだけど。忘れちゃいけない年越しそば。それは夜じゃないかな。年が明ける前ならいつでも大丈夫って聞いたことあるけど。せっかくだしお出かけしようよ。ほら、こないだルビーちゃんも提案してくれたしさ。そうね、行きましょう。どこに行くの？年末年始は普段と営業時間が違うところもありますし、早めに行き先を決めましょう。お買い物もしたいし、ご飯も食べたいし。淡島マリンパークは？いいね、お魚見たい。アシカショーも見たいな。ペンギンさんと写真も撮りたい。うん、海のリトルデーモンたちの様子も見ておく必要があるわね。海の生き物たちもリトルデーモンだったの？じゃあ最初の行き先は淡島マリンパークね。レッツゴー。お魚、アシカ、ペンギン。ふれあい水槽も行きたいな。写真もいっぱい撮ろう。何度来てもワクワクするわ。淡島の海の生き物たち、どの子も本当に素敵。ありがとう、リコちゃん。なんでカナンがお礼言うのよ。淡島マリンパークも淡島の海も大好きだもん。自分の好きなものを好きって言ってもらえるのは嬉しいよ。思い返せばこの水族館にも随分お世話になったよね。アクアの活動を始めてからはイベントに出演させてもらったこともあるもんね。皆さん、ちょっとよろしいですか。ビッグでグッドなニュースよ。さん、マリちゃん、どうしたの？先ほど職員の方に挨拶をしてきたのですが、年明けにイベントを開催する予定があるそうなのです。そのイベントでアクアに新年お祝いライブをやってほしいんですって。本当？皆さんどうでしょう。そりゃもちろん出たい。決まりですわね。ライブにはペンギンちゃんとアシカちゃんも出てくれるらしいわよ。ペンギンとアシカが私たちのライブに出てくれる？新年ライブの準備のためにも、この後特別にペンギンさんやアシカさんと触れ合う時間を作っていただけるそうですわ。お互いちょっとでも慣れておきましょうってことね。そんなレア体験までできちゃうなんて、これは何が何でもライブ成功させなくちゃ。
人さんとも写真撮って大丈夫かな。ルビーちゃん、写真はマルが撮ってあげる。カメラの起動方法覚えてる？確認しておいた方がいいわよ。カメラくらい使えるずら。ちゃんと全員で職員さんにお礼言わなくちゃね。アシカとペンギンにもね。早速行こう。待っててね、アシカさん、ペンギンさん。もずっと一緒だったのに。いいじゃない、ただいまとお帰りはセットでしょ。淡島マリンパーク行ってお買い物も行ってご飯も食べて大晦日満喫しちゃった。もう今年に未練はない？ない。いや、ちょっと待って、なんかあるかも。ないかと聞かれるとある気がしちゃうよね。今日はもう何かやるのは厳しいかな。あちこち行ったからちょっと疲れちゃった。情けないわね。このあとヨハネと配信があるんだからまだバテないでよ。本当にやるの？淡島マリンパークでのライブのことも考えないといけませんわ。曲とダンスと衣装、のんびりはしていられません。今日くらいはのんびりしようよ。お疲れのみんな、ディナーを食べる元気は残ってるかしら。お待ちかねの年越しそばよ。来たー。これがないと年が越せないずら。本当にありがとう、マリちゃん。泊めてもらう上に晩ご飯まで用意してもらっちゃって。用意はまだよ、今からするの。小原家のシェフが厳選したそば粉、水、そして海鮮、野菜、肉、世界に一つのアクア特製年越しそば、みんなで頑張ってクッキングよ。新年まであと1。ちかちゃん、また数えてる。5分おきくらいに時計見てるね。今年の最後の生配信も大成功だったわ。あなたたちもよく働いてくれたわね。悪魔召喚のところで流れ星が見えた時はびっくりしたよ。あれって本当に何か呼んだってことなのかな。どうしよう、お化けが来たの。何を怯えているの。我らと同じく闇に生きる者、そしてこのヨハネのしもべなのよ。いかに強大な魔物であろうと心配ないわ。あんまり怖がらせちゃダメだよ、よしこちゃん。淡島マリンパークのライブですが、衣装は新年を祝うような縁起の良いデザインにするのはどうでしょう。いいね、着物風にしても可愛いかも。くー、想像するだけでワクワクする。今すぐ作り始めたい。
年越しそば、満足してもらえたかしら。これ以上ないくらい美味しかったずら。作るところからみんなと一緒にできるなんて感激ずら。よかったわ。材料はまだ残ってるから、また明日も食べましょうか。うん。チカちゃん、どうしたの？星が綺麗だなーって。あと、もうすぐ終わっちゃうなーって。そうだね。いろんなことがあった一年だったけど、すごく楽しかったよ。私もだよ。そうね、私も。ちかちゃん、今年に未練はない？わかんない。わかんないけど、後悔だけはないよ。来年も。ああ、わあ、びっくりした。何よ、いきなり。ごめん、いつの間にか時間がなくなってて。時間？あ、本当だ。リコちゃんもまだ眠い？え？大丈夫だよ、しっかり起きてるから。着替え終わったよ、遅くなってごめんなさい。そんなに急がなくてもいいのですよ。ああ、ほら、髪もまだ乱れているではありませんか。え、そうかな。ちゃんと整えたんだけど。みんな揃ったわね。じゃ、行きましょうか。これを見てこそ新年の年明け、淡島初日の出クローズ。さあ、寒いずら。風が冷たい。眠気も吹き飛ぶね。髪、結局風で乱れちゃってるね。カナンとヨウはなんでそんなに元気なのよ。鍛えてますから。こんなに豪華な船で初日の出を見られるなんてすごい。新年早々こんな贅沢しちゃって許されるのかしら。新年だからこそ素敵な思い出作りには妥協しないのよ。確かに忘れようがありませんわね、このような体験は。大丈夫？日の出の時間までくっついていようか。ちょっとはあったかいかも。
おしくらまんじゅうしよう。ぎゅうぎゅうぎゅう。いやー、つぶれる。苦しい。かなり明るくなってきたね。そろそろ見えそうずら。うん、宇宙らの日の出の時間は、あ、見えた！太陽！綺麗。So beautiful！ 本当に素晴らしいわ。神々しいですわね。眩しい。闇が退けられていくけれど、目が離せない。心が現れるずら。自然と手を合わせたくなるね。みんな、なに、チカちゃん、明けましておめでとう。どうしたの？改まって。新年の挨拶なら夜中のうちにしたじゃない。初日の出見たらまた言いたくなっちゃって。いいじゃん、おめでたい気持ちはどんどん言葉にしようよ。その通りよ。ハッピーニューイヤー。こちらこそよろしくお願いします。去年に負けないくらい素敵な一年になるといいね。そうなるように頑張るビ。さあ、今日はワンダフルな一年の始まり。帰ったらマリー特製のスペシャルおせちでしっかり腹ごしらえしましょう。おせちの他にもシャイニーニューイヤーバージョンを用意したわ。お正月だけのスペシャル仕様よ。やったー、ありがとうマリちゃん。特製おせちにシャイニーまで、この響きだけですごいのが予想できるわ。お腹もパワー満タンになりそうだね。うん、いっぱい元気を補充して今年も目いっぱい楽しもう。